の提供でお届けしました。 今日の川柳バイアスロン V が見えたぞ、v、ネックでここ<お>これれ<お> <laughs> れでしもごめんなさい、ああ、今ギリギリまでちょっと他の話してたから。 まあでもバイアスの話しましょう。いやバイアスの話しようとは思ってたんですよ。あ、なるほど。ブイネッの話もしようと思ったんですよ。一応、はい、これ候補でやったけど、これじゃなかったんだよな、これ。ああなるほど。まあまあまあ。うん、あ、でもこんなあ、まあ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 、まあ、出てるよ、オリジナルはベンビートはい、キャンです。最後までよーす。はい、かき消すように、なだったから。そう、そんな感じだったよ。うん。まあ、ニュアンすぎそうなんですよねまあ、いろいろあって、まあ順を追っていきますと、えー、先週木曜日、七月、もう1日。 私がこのように生を受けまして、はい、オンギャーしてから四十三年経ちましてね、うん、あらそっからさかん。昭四十九年のね七月六日お昼十二時二分のことでした。はい、もうさぞかし暑かったでしょうね。当時クーラーもなかったんじゃないでしょうか。そうねうん、まあまあ扇風機でってことです。扇、うん、風機だからまあクーラーなかったかな。<laughs> まあったかと思うんですけどね。うん、まあそんな中生まれてきた私がもう四十三歳。<laughs> はい、そうですね。ね、えー、ありがたい話だよ。うん、まさか四十三歳の日が来るなんてね。そうで、ん、すね。ね八歳の頃の僕は思わなかったです。 お父さんお母さんにも感謝ですね。この感じのトーク、毎年やってます。やってます。去年も聞いた気がします。そうなんですよ。もう、おかげさまで、ああ、もう来たよ。こうた、こうた君。はい、こうた君。ね、どうもありがとうございます。そうで、あの、ちょうどその日が、便秘が当たってまして。はい。たくさんの皆さんから、プレゼントもいただきまして。でですね、不思議なのが。僕、あの、ちょっと前から、口には、出してないですよ。S. N. S. でも、一切発信してないんですけど。 V ネックの T シャツ欲しいなと思って探した、はい、結構長いこと探してたんですけど、はい、長いことで毎日探し回るわけじゃなくてあちこち行く時は見るけど、うん、なかなか気に入ったのがなくて、うん、で、先月末か今月頭ぐらい本当にもう最近よ、うん、急に2枚気に入ったの見つけて 2>, <う>2枚買ったんですよ、はい、でそしたらその念がまだ残ってたのか、うん、誕生日に V ネック2枚もらったのか。えー

いっぱいいただいたんでもまとめて返そうと思ってはいはい本当にあの 3… えっとね当日分…当日夕方分ぐらいまで一応全部迷答したんですけどメッセージ返信ですねありがとうございますさあということでバイアスロン結果出ましたね出ましたよバイアスロン今日のお昼ですかはいネットにアップされましてどうなってんだはいはい発表しましょうかせっかくなんで全員発表する全員発表しますあ、これ今年もこれで半分ずつ出るタイプだ ホーームペジそうなんですっつてバイアスロンってバーンってタイトルあってそのサイドにね合格者が左側右側半分ずつでしょこれで俺おととし落ちたと思ったんだよ半分しか出ないから半分しか出ないからいないと思って時間差であと残りの半分が出てくるんですそうなんですよねいやまあ結果から言いますとわれわれベンビーと鈴川さきと無事に一回戦は突破でございますありがとうございますよかったよかったありがとうございます ありがとうございます。あ、光太くんも。ああ、喜んでくれて嬉しいね。自分のことのように喜んでくれてもうありがとうございます。何食べてるの光太くん？あ、ポッキー？ポッキーじゃないしトッポじゃない。トッポだしトッポこんな風に食べる人。何本か。何本かも言ってる。まとめてガブガブガブ一本ず。ああ、あれまとめてでも海賊みたいに食ってった今。あ、すいませんね。 孝太 <laughs>、ね、君がそんな食い方するわけねえだろお前来,来年の総選挙をマウトしたろか <laughs> いやそ、それだけは <laughs> それだけはね<え>よ <laughs> ねえさあ,あ7月345か。はい 3日間かけて行われましたけど今回何組ぐらいいたんでしょうねエントリーは3日かけるってくらいですからね例年70何組とかですかね去年が8 0ぐらいてた今年も80ぐらい吉本さんが毎年増えてますからね8090ぐらいは出てるのかなこれ前も言いましたけどやっぱり大安に比べるとねコント漫才日本やらんといけんっていうことで一般の方にはちょっと敷居が若干高いんでねちょっと高いか大うんは1個作れば下手したら決勝進んだら ね、頑張ったら優勝できるかもしれんけどバイアスなかなか2つ用意するっていうところで一般の方が出にくくてまあ大腕よりは出演者がちょっと少ないエントリーが少ないのかなっていう感じなんですけどもおそらく皆さん「パッパラーズ」分からなないいんじゃかりますキャンんパッパッパラーズ」は岸本のとこい違うんですよまだオリジンでデビューしてないコンビなんですけど先にデビューしてるジャリスケ ジジャャリリスケとこかスケが連れてきた方と一緒にコンビ組んだのがパッパラズでまだデビューしてないんですけどどうやら中曽根かそうですね中曽根君駿君バイアスロン出てデビューする前に受かったっていう素晴らしいすごいなちょっと待ってなんで消えるこれ寿キパンチも買かって浮舟も買かってるらしい浮舟は誰パンチです の相方がまだデビューしてなくてコンビでまたこいつらもデビューするんですけど、え飛沫パンチも浮舟もかってるわけ？そうそうそうどっちもあの二つできるらしいんですよ。あ,あそうなんだ。このバイオスロンはピンもコンビも、えー、そうなんですよ。僕もだから誰かとコンビ組めばよかったなと思って。うん、あそっか。 そうか二倍いいですね。まあその急増が認められるのかってなるとまあちょっと微妙なところであるんですけどね。まあ確かにね。先はマラクダも出て出てるんだね。うんうんうん。先はマラクダさん皆さんご存知ですか。ご存知かな。ツイッターが先はマラクダ出てるのかな。だあ、あ、そうらしいですね。みたいなね。あのまあ正体はココリッチのチャンヒビの元相方の聖地そうだね。ですね。ココリッチは出てないの？ココリッチ今回出てないんですよ。あ、そうなんだ。うん。なんか。 大変みたい。何が鳥居さん大変みたい。わかります。<laughs> い, <laughs> <laughs> いやどうなんでしょうね。なんかいろいろ話し合った結果じゃあもう今年出ないこうってなったらしくって。<laughs> ああでともきが出てる。ともきがピンで出てる受かってるんですよね。うんうん、なんで出とけばいいのにね。ね <laughs> ダーティービューティー。そうなんですよ。そ,うそ,うそうひとしさんとミッキーさんダーティービューティー、うん。何やってました一回戦漫才コント。なんだろうでも。 あ,あでもお話まあ得意なやつからいくのかな,、うん、なおそらく昔漫才しか見てないですよねず僕も漫才しか知らんな、うん、なんか誰かが話してるミッキーさんが誰かと話してるのを遠くから聞いてたんですけど、うん、なんか大人数でやったとか何人かでやったコントとかあるらしいんですよ、うんうん、あ昔やったやつを引っ張り出してやってる、うんうんはあ、じはあそういうのを2人用にアレンジしたりするのかな、うん、そうかもしれないね オリジン、まあ二十八組受かってるんですけど、オリジンから十三組。ええ、確か。多いですね、ありがたいことに。エントリー数でいうと、どんなの、純粋にエントリー数も多かったのかね。エントリーじゃ多いかもしれない。もしかしたら多いかもしれない。出ていいんだったら。多いかもね。うん、まあそうだよ。寿二つでしょあれ、ワニ先生が見当たらんけど。出てた。出てる。ワか、あ、ワニかじゃない、にわかさんだもんね。あ、そう。にわかは誰、どこだっけ。 わかんない。内中のかな。二なんか聞いたことある気がする。二わかさん。あれこの前俺見たかな。福岡吉本かな。ああ福岡吉本の方。ああなんか俺もなんもちょっと当たるような。福岡一人。男性の方ですか。うんうん。男男。あああピンです。あれピンじゃないよね。ピンではない。ああ。 どれくらいって言ってたかな俺もちょっと挨拶された人が多分それだと思うんだけど七年目ぐらいって言ってたかなリクエストも来てるねあ、そうですね、リクエストさんリップが落ちてたら面白かったけどな本当にいや、受かりますよまあ受かるだろうな決勝ぐらいは行くでしょうよねポンとねポンと行くんでしょうね一発目何やりましたベンビーさん僕はコントコント もう何山でしたねあらら、うん、組み落とすのがあ。何やろうかな、何やろうかな、今年し、新しいの、今年去年、あんまできてないしなと思っても、も昔の台本読み返したり、YouTube、自分の見直したり、いろいろやって、もうあ、どうしよう、どこまでよ、あ言わんこうか、そうですね、内容に関しては、うん、楽しみにしてくだまいますまあ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 、昔のネタ、いくつかをこう、うんうん、ミックスしてやったんで、構成的に。 ちょっと無理があるんかなどうかなとか思いながらで終わったんですけどね。まあ次が漫談ということで。次いつだっけ？十え？来週じゃなかった？十四日。十四日でしたね確か。十この二回戦ですよね。そうだ。確かあえっとジャーマネカラ。じこれ見てくだん。ジャーマネカラの連絡次が、えっと二回戦は。 これあこれかこれか七月二十一日二十一だね十四締め切りだよねアビクッション近いなと思った二十一日ライブの前の日ですねあそっか今月ライブが早いんだ二十二日なのでライブの前の日二十一日はい再来週じゃあれじゃない、来週が二時二時予選二時予選になるんですねもう予選では最終の予選になるわけだねはあえ二十一にやってはいはいなんだっけ同日月の営業のどっかで来るんでしたっけ なんか毎年3日ぐらいね,日,ね日月かあったどう日月翌日から来ったっけえってことは21日だったらこのオリジンアワーに来る可能性が一昨年はあ一昨年僕ね台風の時はあさっきが初めて歌った時あさっき私がと初めて歌った時もあっそっかっ俺がオリジン始まる前で鈴崎、うん、がオリジン終わった,後だった、うん、あと終わったっオリジンチャンプル終わった後だったよねいやいやスズもなお俺の後じゃなかった いや多分前でしたねスーズも直ちんさんもいたんでっっそうだったっけオリジンチャンプルーの後に、うん、それで俺じゃあ腐ってなかった腐ってたような気がするなんでやって <laughs> あ便秘先に受かったような気が僕もするんですけどね別の営業じゃないですいや台風フ FM のスタジオの前<あ>パッションさんもいたの覚えてる、うん、確実に、うん、あれ <laughs> まあ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 でもアワーか いやでも鈴崎が先だったらもう俺絶対腐ってるよ <laughs> なんでこのタイミングで俺が言わんってことは俺じゃもう落ちてるやしって言ってるよ絶対たぶ、うん多分それに収録だったから早く撮ってたから、ね、<laughs> なんですかね、うん、まあそんなんもあったからもしかしたらまたオリジナルは24日の放送はもうそわ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 してからな、うんうん、お腹痛いだろうなもしオリジナルに来るんだったら放送前もしくは生放送中に来てほしいですね いやそれはないんじゃないですいや<っ>だ,だからそうしてほしいもう気にしないでから<ー>だって終わった後だったらね, <laughs> ね聞いてる皆さんにはもうありませんでしたで終わっちゃうから <laughs> でもだからあれって、はい、ほら 合格者後出しだから生放送では出れないでしょ。これないでしょ。あ、そっか言えないんだ。そういうことか。放送でバレちゃったらね。あ、そっか。どっち道だ。言わないでくださいよって言うじゃん必ず。そうでしたね。前回。そっかそっかそっか。だから生放送で多分無理だから。そうだね。じゃあ終わってからの可能性。もう特に今去られているだから多分可能性ないんじゃないですか。ああ、そっかいっぱい見られるし。 あのなもう最終日の僕はもうこの後営業ありませんよ来るんだったら今ですよのおこのスタジオとか出た時の僕たちのキョロキョロしてないけど視界広がってますよの感じねあれ来ないんかなもう車乗り込むけどいいかなっていうねこれアワー以外だと私スケジュールどうなってんるん、ね、だろう <いっ S 2> バ,バイト先とかあるんじゃないバイト先、えー、あでもバイト先はありえるんじゃないでも,でもコンビ揃ってないとダメじゃないかったですか。 そっかそれで自宅待機とかもあったもんね来るか分からんのに自宅待機みたいな。なかった場合は無理やりでも会うというかそそそうううネタ合わせしてるみたいな感じにしてくださいとか。営業がオリジンチャンプルートアワーしかないってことは私はもう月曜日かな。俺は一応日曜日披露宴があるけど披露宴とか来るなあどうん2年連続親子ラジオ後に来てたのかなはははいいい で3年目親子らジオって駐車場行ったけど全然来ないわけ、はい、で車乗り込んでも来ないうわ終わったと思ってもうラーメンでも食ってこいしゃバーってラーメン屋行ったらラーメン屋の駐車場でダダダダ,ダって聞くと「あああ場で。ああ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  たかのような行動ですね。まあその後親子ラジオああの事務所には行く予定があったんで営業があったから。はいはい。そうじゃねいと俺はお家帰るから。うんあ。そうそうそう。まあどっかで近くで泊まるだろうっていうのはあったんでしょうね。はあなるほど、ね。そんなこと待ったけどさどうなるんでしょうね。どうなりますやら、うんえー、皆さんぜひお気に入りの芸人さんを応援してくださいね。え本、ー、当そうですよ。祝夜でご参拝。はいありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> いや早い四43歳だったから疲れが <laughs> <laughs> 本当に最近ずっと疲れてません <laughs> あのー、先週も行っちゃったからもう言うけど本当ねもう今バイトかも体あれだめだね、うん、おじさんはよ大体いい5時間ぐらいもう立ちっぱなし動きっぱなしなんですよ、うん、だけど週,、うん、2> 週2ぐらいですよドラムストアぐらいですけどもうだめですね夜も眠いしへえはっ 今目もギリギリだよ。つるつるしてますね。しかも今日着替え忘れて、もう汗かくの半パと新しい V ネック用意してたのにも。せっかくもらった V ネック。これ竜巻さんからもらった V ネック。なんかさすが竜巻さん似合ってる。ああ、りがとうございます。青色の V ネックで。そうなんですよ。どんな一週間でしたか。便秘会もありましたけどね。そうですね。いろいろパタ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 してましたけども、披露宴やりまして。あ、そっか、何回目あったね。えっと。 人生で2回目の披露宴の司会,司会,の司会やったんですけどははいいどうでしたやっぱめっちゃ緊張しますねやっぱ失敗できないじゃないですか。人の 一一生に回すっとこどっこいが初めてやった時のミス聞いた何ですかお色直しをって新郎新婦がステージから出てくるさ準備できましたスタッフから9ランプ9来ますよさあ皆さんお待たせいたしましたステージご注目くださいませい体誰が出てくるんでしょうか新郎新婦新郎新婦そこは誰が出てくるんでしょうかでもこれはボケっぽくなるからボケなのかなこれは。 本気で間違ったみ私いまだに分かんないんですけどステージ向かって左とかひな壇向かって左とかが難しいんですよあまあねあれもちょっと勉強ちゃんとやらないといけないなスタッフさんに確認して大丈夫であるんですけどああなるほどね。とか登場するところとかあっちから登場しますよってそう伝え方最初のあれで聞いとかんとねちゃんと。 よく間違えるねあれベビーさんなんてもうミスはないでしょうに、ねうん、いやいやあるあるあるまあでもそんな大きいのはないかなまあよく言ってたけど娘子供連れの披いの時に娘と新婦の名前が似てる時に新婦の方にちゃんづけで読んじゃったっていう <laughs> ああんかそれはありそうです <laughs> ねさやかちゃん可愛いですねさやこちゃんもねさやこさんもみたいなんかど,どっちがどっちだっけ <laughs> みたいなのあって。 たりあとはまあ入籍前の披露宴とかで「急姓って言っちゃったら「訂正してください」って言われ<ー>まだ入籍してないんで「急姓じゃないんで「<ー>すみません訂正してください」とかもあってああそういうことねそうなんですよあ今そのせいってことねはい、はい、<ー>でも本来は入籍前結婚前にお披露目して結婚らしいですね、うん、順番で言うとあそうなんですか本来はそうらしい皆さんにお披露目して結婚しますよからの入籍があの年配の方に言いますと「 結婚披露宴をして披露宴そうそう披露宴して入籍<て>、うん、っていうのが披露披露をしてからからしいですよ<ー>僕もちゃんとは調べてないですけど年配の方二人ぐらいから聞きましたよ<ー>まあこの値が結婚するのはこいつだって的なことですか、ねうん、そうそう皆さんに披露をしてこのような人といやしました事後報告なみたいな感じなんじゃないわからん ってことは披露宴で否定あったらちょっと考えるってことなんですかねこいつはだめだとやめとけっていうでも本当はだから披露宴ってその前に式やるじゃないやま人前とかさるじゃないそこででも誓い合うからあれもでも都合上じゃないですかこっちのもしかしたら挙式も後が本来なのか。 かもしれないだから今誓ってるふうなしてるけど、うん、もう席は入れてるわけでしょあの人たちそう誓いあった方で,、ね、<laughs> ですね<回>あの二人,人はまあ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 、うん、か正式な順番ではないかもしれないですねもしかしたら。うんうん まあまあいろいろ順番はごちゃごちゃで割れるよね。正式とか追いかけたらもう何でもこの後ずれ結婚式とかできんよ。<laughs> うん、確かに順番がってなりますから、ね。そうそうそうネ調べてる検索おじさんが調べてるよね。検索おじさんありがとうございます。ニュ、えース、はい、あーあ入籍と結婚式か。まあ入籍が先の方うが76パーこれはあれだねアンケートだね。うん、あまあ日本の古い古い式たりとしてどうなんだろうなっていうのは。うんうん 昔はそうだったってことなんでしょうね親戚とかに一回ちゃんと見せてから結婚するよっていうだけの話かもしれないですねでも今いろいろよもうすごいここ2年ぐらいかなもうプロジェクションマッピングプロジェクション360度そうですね光がんかもうプロジェクションマッピング なないところもああるかほぼりますね最悪なムービングプロジェクターというか動くプロジェクターはありますねプロジェクションマッピングは結構会場に合わせて映像を作ったりしてるんでないところもあるんですけど派最近の結婚式披露宴はびっくりするよでみんな自由自由度が増してきてますねいろいろ昔に比べたら個性っていうか人数も減ってきて記念品贈呈もなくなってきて。 プログラム自体も短くなってきてるね少なくなってきてはやな私がやった時もちょっと巻きそうだったんで焦りやった時。もうやややこしいんだよなまあ披露宴やったのかなと思っちゃう結婚したい結婚したいしてるから私がやった時も言うからさしたいもう結婚したいそんなにしたいのかしたいしたい披露宴してどうするわけ子供欲しいとかでもなくていや子供欲しいですけどただゆくゆくはっていう話ゆくゆくはでしょじゃあいい結婚もゆくゆくでなんなのじゃあ結婚って なんか旦那を披露したいというかみんなに見せたいそそうう、紹介から彼氏の時点でいいさ紹介したらいやうまくいかへんし彼氏は紹介したらいつ別れるか分からないじゃないですかいやだからってことは結婚ってつなぎ止めるだけのためにやる髪切れなのっていう話よああ、深っだったら結婚しなくていいんじゃない もしかしたらドレス着たいってだけなのかなそうだよ一人であれお一人様ってあるんでしょ結婚式の写真あるよ一人写真そうなんですかそれウェディングあるみたいよえそれって何私は若いうちにドレス着て写真撮っときたいっていうもうこの先見込みがないかもしれないそういうことじゃないんだよね今の私の若いうちに撮っとくなは撮っとくとはあ。結婚諦めたとかではなくてえでもなんかあんまりいい感じしないけどなんか結婚できなさそうじゃないです

花嫁役をやると結婚できないとか遅れるとかとかなんかひひな祭りのひな人形置きっぱなしちゃった結婚できないみたいなそういう人屈的な一人で写真撮ったら結婚できないみたいなもそんなでできないやつはもうできないよそうだよ取らんもできんよどうせどっちみちだよ信じてる人がってことなんかな熱意の問題か結婚したいししたくないわはいはいそういうことですさあということで今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております七月に入っても こわよ私はもしも半期大丈夫かね何でも結構ですお寄せくださいではでは CM ですこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなええニーニあヤンキーだだ人カリオいや僕今日お金は持ってないんですよほらよや今からビッグワンで買い物する人とけ持ってないだかやだ持ってこいいや本当です

さあゲッオリジナルは生放送でお届けしております。今日は誰かのオリジナルではない？はい、誰ですか？はではないです。これ誰のこれスポンジ誰からねあこれはオリジンチャンプルーです。トムさんからいただきました。なん,なんでそれスポンジ？スジなんか三色セットモノトーン黄金タイプ。普通のスポンジの5倍もつって言ってました。えー、ダスキンのスポンジらしいんですけど、むしろもちゃんと説明このスポンジの説明と思えないぐらいの説明文の量なんですよ。 三層になっててここはどういうなんか膣だとかはだからこれで持これでもう私はもうピッカピカにしますありがとうございますこれ体磨くやついや台所用洗剤あ洗剤じゃないです、ね、台所用のスポンジです、うん、体ももう行っちゃえよい,いえボロボロなるこの綺麗な肌が <laughs> <何>体だけは綺麗でいいさしてる体綺麗なの体デジツルツで触りますマジでツルツルか あ、つるつるまあ、悪くはないと思うぶつぶつないぶつぶつないなんだこれああなんだこれそ,そこそこあるするよそこそこあするよ<う>そこそこあるけどない方だよ <laughs> 普通のプレイに飽きたカップルうん、うん、ちょっと今日背中から <laughs> <laughs> 行こうなの 二人 <laughs> 相棒背中から <laughs> あ、徳島さんから <laughs>、はい、体綺麗なのケツもって言ってるけどケツも綺麗い,いやケツダメですケツ自信ないですケツ,ケツってやっぱ難しいのかななんでかなあれ汗かくからパンツの締め付けじゃないですそれでか女物の,のパンツの締め付けってやっぱすごいんすよ、うんうん、お前ボクシャンパンツ入ってるでしょいやいやいや、うん、あの、うん、もうお尻のニキビ気になったからもうソーレース入ってますソーレス <あ>の<う>レースのほうがいいのか <laughs> 分かんないですけどゴムの締め付けがねい <laughs> そ,そうガーゼがいいんじゃない <laughs> 多分,多分ガチで汗とかかくのかな漏れるの防ぐとそうだねガーゼで手作りがいいかもしれないなうんかもしれないですね、はい、じゃあこちら行きましょう,う、えー、そのむさんからですはいさいむです昨日のどうも昨日の那覇、えーえー、市議会選挙に小中の同級生が立候補しましたが残念ながらおよそ160票、うん <あ>足りず落選してしまいましたさっきはいつも選挙に行ってるから投票の人がいなくても行かないとそう、ね、なぜか分かる<う>それは何十代の男性女性が多いかで次回のマニフェストが決まるって言っても過言ではないってよ、うん、前にいるエリートの2人で習ったらいいよ分かったかなうん、うん そそそうううこれ前オリジでも言ったかな俺マニフェストそうそうやっぱりそういうことなんですよね若い人が選挙に参加しないとおじおばだけが行くんだったらあおじおばだけの公約しとけば人気取れるんだなっていうことで<ー>よりまた若い人が得するマニフェストが何もなくなるから、うん、結局ね若者が住みよい町じゃなくなっちゃうんですよね。うん、老人が住みよい町そ、まあ、まあそれもそれもでで大事なんですけど、うん うん、とりあえず投票率で若者が上がるとね、若者もないがしろにできないぞから、うん、これちょっと若者が喜ぶ政策も一個ぐらい入れとこうか。っとああ<ー>。いうことになっていくんですよね。なる,なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと昨日の選挙の結果見てないんですけど、百六十票って那覇市議会でいうと、もう本当に。うん、はい。もう本当にもうちょいっていうところなんでしょうね。近<差>うん、だいたいボーダーが二千ぐらいだっけ。うん。二千二百とか四百取ったら。 まあ当選って言われてるって聞いた気がするけどもしかしたら本当に大きな、まあ、こういうのいいのかな大きな会社なり学校なりコミュニティ行って知り合いるとこね「はいはい、お願いします」って言って「もう俺からのお願いだからお願いね何々さん入れてあげてね」みたいなのはいいんですかね優分、うん、には。 どうなるのかなって言入れすけどどうなのかなお願いしますよろしくお願いします」ぐらいだったらあの履行してない人がですよ僕が例えばじゃあ200人ぐらいの何かのボスだとして社長だとしてこの人応援してるからじゃあよろしくよみたいな感じはまあいいのかな。なんかこれ難しいよね微妙だもんな公職選挙法。 百楽十票かそうですね惜しいところで。 ちょっとね<ー>落ちちゃったみたいですけど道行く人数えて1234あああとこんだけあーもうすぐだったのによ <laughs>、まあ、こ,こ歩いてる人たちが入れたらそうでしょら160だったらねなん,なんかちょっとお願いしたら友達多いの3人ぐらいそうですよ、ね、<laughs> 3人ぐらいいたらそうそうそうなんとかな,とかなったかもしれない<ー>ベスト10の新谷さんにお願いしたらできたかもしれんないとかさ <laughs> 人脈がある人ね人脈がそうそうそうそ <laughs> うん、とか思っちゃうだろうねううん まあまあまあそれも一票差でももう落選は落選ですからねそういう世界だからな、うん、あうちいさんからツイキャスで、うん、それは全然オーケーですよって来てるんですけどもそれないのかまあお願いするには、うん、まあ金銭のあれもないしねうんねお金あげるから必ず入れてねっていうわけではないですもんね、うんうんうん、パンばったらダメだねはいパンあげるからはい本当にパンが1票あるともうもうもうダメだよな物金銭だったり物を配るのだねパン配っダメだろうなこれもう完全にダメですよねな、うんで心揺れるかってところもありますけどね。

そのまま打ち上げディレーションズ。いいシステムですよね。皆さんにたくさんもらったよプレゼント。そうなんですよ。もうありがたいことなんとね。でも僕は何もあげなかったよ。ごめんなさいいたいですよ。これカジいつも何かもらってますからいただいてますからね。ありがとうございます。珍しく打ち上げ残ったサーキーも。そう初めて。そうなの。便な。で飲んだかも。 打ち上げの流れでそのままベストテン行けましたね。久しぶりに行ったなベストテンも。短いね。歌ったよ。はい。ベンビー・サーキ・ー・ジュン選手。歌った。歌ったね。うまいよね。歌うまいよね。うまいよね。ありがとうございます。もうないならないで。ないならないで。え次はいつ？ 九月十月迷ってるんだなどうしようかな九月だと誕生日が近いからななんかちょうだい長いな <laughs> 長い戦略だもん、ね、ということで今回話しすると何かゴー七何かじゃあということでねすごいですねーゴーシー三十八ぐらいだからね<ゃ>あ <laughs> いやありがとうございました千葉のあの人ですよさんもいつもねそうですね遠いところから、うん、ねお越しいただいてありが,ありがたかしですよ本当ねそうだベストテンもいっぱい行ったの十十ぐらいか 12とかかかかじゃななったですか、ね、あいん久しぶりだったしさもうあんなやっぱりねベスト10ご存じない方もいるかもしれませんけど沖縄市中の町のカラオケ居酒屋ザ・ベスト e s t 1 0つってねお客さんがもう昔ながらのお客さんがバーってボックス席とかいっぱいある中前にステージがあってその前でカラオケ歌ったらカラオケ無料なんですよね席で歌ったら1曲200円っていうシステムのお店で、うんまあ、みんな前に出て歌ってね。うん そう、俺珍しい人が歌ったら、ムービー撮るんだよな。さっきと、じゅん選手も取らなかったかな。え、確か、デュエットしたんです。したよね。あと、どっくろさん。な、何を歌いましたっけ。ちょっと、それだけ、音消してから、確認する。何を歌。ああ、なんか、世界で一番素敵な、あ、夜を見つめているか。いや、愛が生まれた日か。愛が生まれた日ですね。そうだね。はい、あ、愛が生まれた日だ。 選手もあれ,あれだよなんからあんな感じなんだろうなっていうもう何か本当に中部ーの二世ごはだなあれなお祭りでしたねそうそう純選手がやっぱ華やかしますねお祭りのとこだな僕なんかってやっぱり普段どちらかというとあんまりはしゃがん感じないですか純選手はもうなもうん。うん 踊るは歌うは飲むは笑わすは楽しいんだろうなあいだと思いますね結婚式とかでももう司会してても全然知らない人さ全然知らないっていうかまあ一回打ち合わせだっておるけど純粋自分で司会してても最後の勝ち足もう出たくなるらしいんですよふとっとすとっも出たくて出たらいいのね出てないかなダメなのかないやいいと思いますよあのステージの距離によりますけどあそっか相当反対側にいるはいはいはいそうだよね 行ってすぐ戻るとかだったらいいと思います僕も知り合いの時はバッと上がってバッと戻ったりしますけどああなるほどもうインカムビたいでマイクにしたらいいんじゃないですかああジュン選手はそれいいかもしれないそれでもいろんなとこうろうろしてもいいような気がするなインストラクターにそれいいかもスタイルそれでもう人気出ると思いますしねうん歌って踊る司会者おかげさまで本当盛り上がりました楽しかったもう何々もらったからう本当たくさんもらったケーキもいただきましたしねありがたい話ですよ 来月は8月3日。8月3日だ。お題なんだっけ？お題なんかまた難しかったさ。いや意外と簡単じゃなかった。ええ私今回。次回はね。ああ次回なんかトイレ関係じゃなかったです？トイレ。まあなんか岸本のに決まったような気がするんだけど。え志本さんの？ええとあお題はどうしようもないトイレ。 あ、どうしようもないといまあ、だから、いつものに比べたら、そんな頓狂な感じではない。まあ、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 それは別にトイレでボケれば、どうしようもないできなだからね。かぶりそうじゃないですか。そうですよね。ただ、トイレコントにしてしまえば、どうしようもない。あ、まあ、まあ、そうか。どうしようもないも。広いですもんね。はい。ありがとうございます。来月もよろしくお願いします。お願いします。え、続きまして、こちらは月曜日な感じの皆様、こんにちは。こんにちは。みかんの愛媛より、先を立たせ。あ、どうもっす。昨日、日曜日。 30年以上受けていなかった健康診断に行ってきましたあ、大事ですよ そして人生初体験の胃カメラってやつを受けたのですが、えー、鼻からが楽だということと口からだと麻酔の関係で車を運転して帰れなくなるので選ぶまでもなく鼻から GO <う>鼻も喉もあっけなくスムースインしたものの胃に到達してからが気持ち悪いのなんの、まあ、皆さんはどうなんでしょう胃カメラを受けてますかじゃあまたね胃、うん、カメラはないなバリウムはこの間ありましたけどね。 ヤンさんも受ける…受けたりします俺受けてないな健康診断あ健康診断もやるけどイカメラとかは毒まではいかないな俺も健康診断、うん、去年一昨年はもう受けた、うん、私一回やったことあるなイカメラなんでやったかな、うん、麻酔やってやったんで全然気持ち悪いとか麻酔 なんか、ね、寝て、起きたら、終わってましたね。私は。ないカメ喉、喉は麻酔するのかな、じゃ。なんか、喉はなんか、やるよね。終わって、はい、それで、ですかね。そうやって、なりにくいように。なんか、眠った覚えもあるんで、喉と、なんか、そういう。眠ったと、医者と寝たとか、そういうことじゃない。ですかいや、違います、違います、優しくしてね。違います、違います、違います。すぐ開くからね。誰か、自童とは。放送前にやったくだり。あ、そう。うん。 なんかそんな気持ち悪かっからだって入ってて麻酔やったってこちらは書いてないですね先ほどさんはあ麻酔の関係ああそうか,あそうか口からだと麻酔の関係で車を運転できなくなるから、うん、鼻からだと麻酔がないってことなんだあそうなんだへえ<ー>、うん、そっかじゃあ胃も麻酔されてない状況で胃の中をグリ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 されるわけ、うん、あれって胃壁にあ当たりますかね こ胃袋の隙間でどうにかうまいことが起こる丸くだってじゃないさっき言った方が多分一応当たったりはするんでしょうねそんな上手にはできないよなまあそうですね腕に逆に沿わしていくんよ。そうはパそっあ。壁面に沿ってでもその方がダメージ少ないような気はしますね沿わしてった方がぶつかるよりは私我々きになんかドローンみたいなの飛ばすのかな胃の中でぶつからないように あれがだから今んか薬みたいな感じで飲んでカメラが入ってるやつありますよねそういう錠剤みたいな感じカプセルみたいな感じで最終的に排泄されるっていうやつがえんか見た覚えがあるぞカメラのやつ医療進歩してんな進歩すごいですよこれだったらいけますねドックも受けときたいんだよな本んに。なんでドック受けないの なんとなくあのやっぱりタイミングがあるよ一、ねうん、丸一日とかだったり怖かったりう怖いんですよねこれもう。健康講演会最近泣き陣で毎年やらせてもらってるんだけどはい、はい、うのはやっぱりなんで健康あの診断受けないかってったら。 病気が発覚するのが怖いっていうちょっと本末転倒というかなんかこうテレコなんですよね。沖縄の人そんならしいね。うん、えー、ですよね。これ、えー、いやいやもし出てからお前これで、ね、酒飲めなくなったらどうするかとか病気見つかったらやばいやしえってい病気見つけるために受けたんだけど見つかったらやばいやしえって。 しかもなんか自分の中でありそうだなって思ってるんじゃないですか、うん、見つかるかもしれないっていう,う<ー>僕もまた酒好きだしさししうん <laughs> そうだからで,で大体僕はあの沖縄市の僕らが住んでる地域の健康診断がこう地域によって、うん、あの,市のやつって割り振りされててはい、はい、10月なんですよ、うん 僕が住んでるとこ10月十何日とかでこれ結果出るの11月とかでしょ忘年会シーズン俺これ酒止めたらどうすんだそれはそれはあるな夏だったらまだビーチパーティーぐらい我慢するよそうですねだから毎年思ってない俺もう年末ねなんかそういう健康的なろうと思ったら年末飲むからなそうそうそうなんですよガンマ GDP ぬぬきル言われたらや忘年会のすんばはガンマはでもあのね1か月で落ちるから あ、ちょっと我慢したら落ちるからって考えたら10月かなと思ったりとかても遅くても10月2月から10月もうパーって行ってきなさいもうその間に受けた方がいいよビーチパーティー1個や2個3個やんこビーチパーティーはよない年もあるんでまあいいんですけどやっぱ忘年会はよやっぱバッと飲みたいよ1年の疲れは忘年会はな あのま、だ,だかって俺オリジンの先月の企画で出したもんねあまりにもベンビーさん忘年会好きだから、うん、このタイミングで半分忘年会しちゃおうぜっていう忘年会と同じテンションで、ね、あの本当にこの半年あったこととかこの半年のいつもオリジンがやってる事務所の流行語大賞とか、うん、ビンゴとかもちゃんとやって忘、うん、年会みたいにやろうって。 紙板橋忘れるっていうやつですよね。シマキがマロって。でもまあ、うん、いいような気もしますけど。まあでももう結局企画通らなかったからもうシュリーシメネット・ポーキーとね <laughs> 楽しく。ちっちゃい板橋ね。年会よね。はいありがとうございますた。あいこちらそきましょう。 えー、神奈川のノーミーハットデスナリーどうもまます。うん、まずはお笑いバイアスロン準決勝進出よかったですね、うん、ありがとうございますちょっとほっとしました、うん、ありがとうございます、えー、でもベンビーさんにもサーキーにも決勝進出まではおめおめでとうございますの言葉を封印したいと思います<お>でも今年のバイアスロンゴエクターガラ先生よりも大御所のあの方々が出てたんですね、うん、しかも身内からはい優勝にはさらにハードルが高くなった気がしますが それでも何とか優勝目指して頑張ってくださいね頑張りますでも、えーあまあ、これ名前でないから言っとくか、まあ、ダティビューティーさんのことでしょうね優勝目指して頑張ってくださいねでも今回はキャンさんの方が気持ち的に大変なのかなシー <laughs> C ジャを審査するわけですからね うんでもキャンさんは俺シンさしないバイアスロンは全くは審査さん関わってないですよねえ過去ワニ先生は想定外 <laughs> とにかくバイアスロンに関わるお三人さん未来のラジオと称した息抜きなどせずこの放送も最後まで千葉リアでまでもどんだけ喋らんかだったっけ先週話したんだよね未来の<ー>未来のラジオかやみたいなテレパシーかや、ね、テレパシーでね、うん、そうそうそう <laughs> そうなんですよねワニ先生ねえ、ワニ先生受けなかったの<け>いやどうなんでしょうね受けてるんじゃないですかあの私ワニ先生の補助でやったんで受け,たん受けましたいい思い出した一緒にい,い,い会話があったじゃないですかいやさあのクソジジア <laughs> <laughs> 落ちろわいやいやいや,やあのひどいなってやったの <laughs> いや、まあ まあ,なまあまあまあいろいろありました、まあ、僕の言うと僕もテーブル使おうと思ってテーブル持ってる今日使う人いますか使うの対象に使わせてくださいって話をして、えー、いなかったんでじゃあ純選手が取ってきますよって話あ,ありがとうなつってそしたらワニ先生がもう結構直前ぐらいで「め美さん僕もその机使わせてもらっていいですか?」って取りに行く時間ないんで あまあ、これ、なんか前もこのパターンあったなと思って、うん、なんかあそこから後乗りしてくる感じがっとついてから「お設定いつ決まったんですか?」二三日前です、うん、えで机なんで用意しなかったんですか?うん」いや去年は確かあったんですけどね、うん、会場に。あ 期待してというかまあまあでもよくわからないですけど前もりもあったと思うんでちょっと気ぃつけたわけですよと言って結構早く行ったんだよなでもな会場には相当早かったよなだって一番最初にエントリーしてましたよれたんじゃないかぐらいののもあったんですけど帰りだよね何かましたいやいやあんなもう50何年何年も生きてってさ「帰りじゃあ帰りは僕が持って行きます」と「あいいもなあら!」やりった顔してあらおつって「あら!」 おじいよやと思って。<や><笑><笑>俺持って帰ったけどさ。うん、その説は大変面白いね。おじいちゃんマイチンゴだね。さ面白かった。そうかさっき使ってやってたもんなじゃあサーキーも滑ったようなもんだ。いやいやいや何言ってんすかさっきは別物ですよ。一瞬滑ったんだな、うん。ネタには入りましだったけどちょっともう。 会場をついて審査員の方いっぱい見てて3人ぐらいですけどワ、うん、ニ先生が「会場にある備え付けの椅子借りていいですか?」みたいな感じ聞いて、はい「うん、あいいですよ」みたいな感じで言われるじゃないですかそワ、はい、<laughs> ニ先生こっからまた審査員の方いじり出すんですよ、はい「今椅子使っていいですよいいっすよ」って言いましたよねええもうその時点で落ちるわもう,もうそれは落ちるよ落ちるわワニ先生ちょっと今はもうやめときましょうっつってワ <laughs> ニ先生とりあえずネタネタ あのスタンバイしましょう。言った。意味も知りました。スタンバイしましょう。ってネタ終わった後に、私が椅子はけるときに、うん、あの、すいませんでしたって、はげました。ちゃんと<ー>。何がしたかったのか。<laughs> いや、なごまそうしたんかなん。やっぱ。 加点を狙ったんじゃないですかいや, <laughs> いやいやいや加点はされんよ減点されこそそれ <laughs> だってその日現場でさ金材を出してさでしょそうですねそしてあの本人が完璧ならまだしも本人がきっかけをよく飛ばすっていうねそう、うん、そこのセリフ言ったら<ー>私のこのセリフっていうのがいっぱいあるような台本だったんですよ でもなかなかきっかけのセリフ言ってくれなくてワニ先生が私が勘でやるっていう多分今そういうニュアンスでやってるだろうだなこのセリフっ、ね、あうああそかこれが QAB の予選会場の不開室で行われてるんですよビビったわ俺 <laughs> <ー>面白かったな<ー>でワニ先生百 百百発中台本ネタずっと練習してるんですけど「百発百中」ネタに書かれてるお寿司屋さんのこと「お寿司屋さん」ってずっと言ってるおってすし屋さんって絶対これ通るかなって心配だったんですけど文禄さんが「ほらこのはい!」って言いたいっていうねあれいつまで流行るんですかね あれは僕はですね、今月いっぱいは流行ってほしいんですよね。いろいろね。あのあれで選ばれないですか？流行後には選ばれないですか？いや行くんじゃないですか？7月まあ8月ぐらいまでちょっと引っ張れば。8月だとちょっと薄まるんかな。今年何かそんなセリフないよね流行ってる言葉。うんそうですね。去年でしょ？ですか？いや年末ぐらいの。 か何でしたっけないないそうでした面白そう面白そうですねあれ年末去年年末去年だったような気も今年出てる多分ねそうですね去年出て今年出てんのかな R1 には出てるもんねでも出てますね出てますね去年出てた去年の r ワン出てましたじゃ今年じゃないのかなどうだろうブレイクで言うとねまあまあいろいろあるよねなんだろうなまあゲスフリーは去年エントリーされてましたっけほとんどさすがにあればだけ やられてたらね。まあまあまあい,ろい,ろいろまだ何も起きてないねじゃあなんか。いやいろいろありすぎたじゃないですか逆に。あ<護>埋もれてるのか。籠池さんやら。はいはいはい。かけかけ学園やら。はいはいはい。かけ学園。政治でいうとまあその辺とかね、うんえー。芸能界を流行ったギャグってある？えー？ないね。なんか突出してっていうのはないですかね。えー、本当にブルゾンさん。あとあ,とあでもギャグじゃないか。 あのミヤゾンさんとかは流行っ,<ー>流行っている今ブレイク中イイーイあそうですねサンシャインさんとかぐらいかな、うんね、イエが流行るかもしれないかなイ,エイエーが選ばれるかもしれなです、ね、さあまだ他にもメール届いておりますがまた CM の後ご紹介したいと思いますではでは一旦 CM です 楽しみだな、ええ、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないんですよほらよ、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないったらかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエディや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろうよし、なお、いつも安くビッグワン FM 中 <laughs>

はいあります。絵本の講演会もこなすたかしさん。はい。イライラしている人妻。豚骨中です。なか <laughs> ったのかな。なんでか。おいさっき。はいはい。最近送った下ネタコントのチムリンのコント見たか。そうだ。まだ見てない。Wi-Fi 繋がってるってことで見んようと思ってみて。かなり面白いから見てよね。うんうん。弁美さんは最近女芸人の過激な下ネタについてどう思いますか。あ<ー>あ。などんな過激なやつ。あー、俺見たんだけどすごいよ。このチムリンさんって方々。うん。 画像は来てますね。なんか、あの。子供番組みたいな感じだけど。この、まあ、今写真来てますけど、右の方はこれコンドームかな。コンドームっぽいな。そうだね。あ、コンドームですか。セクシーコント。セクシーじゃないよ、これ。下ネタ満載、ちむりん。下ネタでしょ、ネタ。へえ、ちむりん。へえ。時代が。 でもなんかセクシー、うん、確かにセクシーって感じのあれではないっすねなんか見た目見た目というかうまあ、ね、結構直球で直球へえ、うん、便び苦手かもしれないえあーああこれダメだなーって言うかもしれないも,もしかしたらいやでもどうかな分からんなまあトークの中で下ネタのはいいけどでも直球上にもいるかうん、うん、なんか小谷翔平みたいな直球としてあるかな ああそうですねもっとオリックスの星野ぐらいの直球がいいんかない大っすけども結構分かり具合はないですゆっくりの感じの直球110何キロぐらいの感じの直球がいいんでしょうかねでもやっぱ遠曲表現というかちょっとうまいこと言った方が僕は好きかもなあああああネタね。メタファーが好きかもしれいなもしかしたらな沖縄の女芸人は下ネタいけるんですかねいけるというのはやれるっていうこと だからそこはやっぱりねあの時代とタイミングですかローカルでやるんだったらまあちょっと厳しいだろうなネタとかでちょっとそれこそ便秘会でやってたりさも。テレビはあれだとしてもテレビは無理でしょうねド深夜番組とかやりたいんですけどねいやド深夜でもどうですかねローカルなんか深夜でライブとかやったらいいけどなそうですよねだからライブだったらやるんじゃない夜の便秘会深夜ライブがないよねって話を言ったから ああ話したんだけどはいはいナイチャも深夜番組あのライブいっぱいあったわけよ夜中三時からスタートちあ一時からとか三時からとかうん始発 <laughs> までとか私たちは年越しライブとかってまだあるんですかね年越しライブなんかこのね年、うんねね、年明けのその瞬間までライブするみたいなライブは いや俺もうやろうかなと思ったけどなんかちょっと寂しくなるかなっていう気がみんなあちこちで本当に行きたいのに気使ってこっち来てくれたのかなとかよ <laughs> うんなんか、うん、違う感じがするな俺 <laughs> だから歌も読んでの大きなライブの中でお笑いやってっていう感じでみんなでバーッてあるんだけどはい、はい、なんか本当にこの人たち俺なんかと一緒に年越ししたかったかな <laughs> <や>楽しいイベントいっぱいあるのにそうだねこんなお笑いのイベントで、うん、カウントダウン芸人が543210 <laughs>

ポーンのタイミングで曲を始める。チャーンチャーンチャーン。こっちもポーンのタイミングで一発曲やったらいいじゃないですか。セミ。あ、いいですいいです。ゴー四三二。あ、あそっか。もう大晦日から十十一時五十九分になったら三十秒超えたあたりから。その前にも大みそう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 。好きな食べ物は。二一セミハッピーニューイヤーか。 かこれ季節感をセミのタイミングで季節外れのセミを会場中に撮ってはるいやいやどんなするんすかそのセミそのセミ温めろのどうするんすかいろいろ準備大変でしょそうそうちょっと海外から取り寄せないといけないかもしれない面倒面倒普通にミュージシャンミュージシャンのミュージシャンの優しい曲弾きそうですねミュージシャンミュージシャン ミューリキアのミューリキアのミュウリキさん、リキアさんと絶対アコギです。ポロンポロンしてるでしょうね。ミュウリキさんははいじゃこっちら行きましょう。はいお疲れっすご本指です。どうも今日は暑い。うん飲む飲んでで最近は豚バラをさっと茹でて生レタスとポン酢で和えた簡単レシピを発見してもう飲むのが楽しみ。これいいっすね。さっきが前に言ってた玉ねぎオレンジンこれも良かったね。じゃあ赤西貝と豚バラ買って帰ろうぞ。 いいいいです赤西貝ってあれ巻き巻きしてるオーロラみたいなやつ先っぽは黒いやつですか赤西貝ってなんだろうなんだろう赤西貝ってあれなんていうたこうオーロラが巻いてるみたいなやつ巻き貝巻き貝なんですかなんですか赤西貝赤西貝なんだろうねえ、ー美味しいぞ豚バラ茹でて生レタスとチンボラーではないよねチンボラチンボラーはもうちょっとぐるっと巻いてるやつそうだねうん 赤西貝。チンボウラーはまた方言ですか。チンボウラーの蓋がついてるのよ。あ,あ全部蓋ついてるか。丸い蓋。の。チンボウラー、あれアイス。安全、安全ピンとかでほじくり出して食べるやつ。うまいですよね、あれ。うん、あ赤西貝、やっぱあれだ、オーロラみたいな、なんていうの、オーロラじゃないんだよな。あの三角形みたいなやつ。ちょっと、こう巻い、あのくるくるって線上、線浄パイプ状じゃなくて、こう。広、うん、<は>く巻いてる。 ああ広くまタイラタイラですかあ違うそれも違う俺が持ってるも違う赤にしがいであ俺が持ってるのも違うやこれだゴスゴスしてるやつだちょっと身が厚めのちょっとなんかこれゴスゴスしてるイメージない印象まあアゴタイとか美味しいけどねこれですね赤にしがいあそう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 あれねま巻いてるっていうか巻いてはないねこれあんまりね半巻きぐらいの巻きがちですね。 巻きが違いだねこれ。巻き巻きが違いです。赤西がや巻きがちで巻きがち巻きがちですね。はいはい。つまみがうまいと酒も進むからね。そうですね。ビールが美味しい季節になってきましたよ。じゃあこちら行きましょう。こんにちはラジオネームみィちゃんです。おみちゃんさも。おととい誕生日の私と昨日誕生日の兄嫁ちゃんのゴードバスでと兄夫婦の結婚記念日も合わせてお寿司を買ったりしてホームパーティーをしました。いいな。寿司パーティー。何度もお家でご飯食べているのに。 兄夫婦を見ててなんだか結婚いいなって思うところがありました。<laughs> ベンビーさんもお誕生日おめでとうございます。結婚っていいですか？キャンさんお互いに婚活頑張りましょう。うん。さっき、うん、はいはいバースでメッセージありがとう。あいえいえどうもどうも。 結婚人それじゃないですか松井和代さんなんか見てたらちょっとねすごいの持ってきたないや見てたら僕も全部は見てないです僕「バイキング」ばっかりだから私も見ようと思って一番最初にアップされたやつ最初の1分ぐらいで怖っと思ってもうやめますもう目がいってますもんなんかちょっと怖いですよねいろいろ言いたいんだけどいろいろ言いたいよねあれなんですかね なんか取り憑かれてるようにも見えるというか。もう本当に、こう、何ってあれですけど、なんか舞台を見てるような。シェイクスピアの演劇見てるような感じの、まあ、とか、抑揚の付け方よね。そうですね。あれ、ちょっと怖いんだよな。いや。あれは怖い。ちょうど、同じ時間、船越さん、N. H. K. 出てるの見たけどさ。はい。やっぱ、元気なかったよ。いや、そう。生放送で。生放送で、まあ、全部は見なかったんですけど。ちょうど、バイキングから。 電話で出た方が「船、ま、越、あ、さん今 NHK で裏でね生放送持ってますんで」っておおマジかマジか」と思ってそこ帰ってみたんですけど、うん、僕が見てる間10分ぐらいかなあ一言も多分喋ってなかった合図値ぐらい売ってたかな。 みたいな感じだったけどなタレントとタレントって怖いよねそういうところがねそうなんですよだってまた仲良かった時の映像が出るもんだから結婚会見の時の映像がなおしどり夫婦つってね「松井坊松井坊つって結婚会見しない方がいいよいつ別れるかってったらあれですけどねあんななななこといよちょっと面白いコントっぽかったりしますけどねもうさ ぜっていう感じになっちゃうからな。はい、じゃあこっちらいきましょう。はい。ラジオネームこの世界の片桐りひとしジン,ジンさんかなラーメンズの片桐さんか。はい。えー、ベンビーさんサーキーさんキャンさんもいらっしゃる。こんばんは。はい こん最近 FM なムを聞くようになりました。あ、そうですね。楽しい番組がいっぱいあって、時間が足りないなと困っています。聞きましたか、大城さんはじめ、FM エムスタッフの皆さん。すごい嬉しい。観覧もできるのですか。今度見に行こうかなということで、ラジオネームこの世界の片桐仁さん。いいっすね。ぜひ観覧できますよ。はい。これこっちの中の椅子に座っててもいいんですかね。いいんじゃないですか。 椅子に座るとちょっと見えないんですけどガラスの向こうだとまたちょっと今の季節暑いんだよね外外そうですねクーラー効いてるところは中ですよとう、うん、そうそう中一応椅子もあるんですけど我々喋ってるところなんかこうちょっとパーテーションみたいなやつで区切られてはいるんですけど、うん、スピーカーからじゃなくてこう生の声が。 マッチンはしますよね。ねうん、ぜひ遊びに来てくださいよ。いらしてください。はい、うんえー、続きましてこちら後二つですね。すねえー、皆さんハイサイ。ハイサイ。いい京都はパッパカパッパカパッパッパアムロ波平やビンダム。今日先日は大阪道頓堀の恵比寿橋、過去通称引っ掛け橋で、うん、えアンシンテンション高さのパッパー。今度 <laughs> <や>聞こえる？<laughs> テンション高いわけではないですけどね。スルシ思ったけど結構聞こえたね、えー。恵比寿橋で今月3日から始まった7月大歌舞伎の船の 乗り込みというイベント業務でしたこれは7月の1ヶ月間松竹座で開催されている大歌舞伎の顔見せのようなもので、うん、役者さんたちが船に乗り込み恵比寿橋で下船松竹座まで移動されるというものでファンにはたまらないイベントなんです、うん、しかしたかしその恵比寿橋にいる人は半分以上が外国人観光客その観光客の方々がこれから何が起こるかひっきりなしに聞いてくるんです<う>だからその度に「ジャパネーズ・カーボキ」とか「歌舞伎スター・ボート・カム」なんて言っては説明していました。うん 日本のおば様方には、えー、片桐仁左衛門さん。かな。<何>いや、あ、えー、片岡あさんや、市川染五郎さんとかが船で来るんですよって伝えると、おばちゃんでも黄色い声が出るんですね。<お>キャーって言っては喜んでいました。うん、ただ、この人たち歌舞伎のチケット現在販売してるけど、みんな歌舞伎、歌舞伎ある。おここできたか。<laughs> <laughs> こ,こでか、こ、えー、それではラストまでお決まり。今日はちょっと無理がありましたね。あ、うん、そっか、そっか。歌舞伎と歌舞伎。 そう、うん、そうか、そうか。そうですねぇー。嫌な問題やいやいや、関けない、関けない。遅さよはは <laughs> 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 今来たってことです <laughs> <laughs> えー、問題です。四国 FM の破壊曲15周年。<laughs> これからもますますの発展を願って、オルジンアワーを聞いて、えー、10年以上 してるんだなとなんだか感慨深いのがありますちなみにベンビーさんのネタを初めて見たのは19の頃ろのお女祭あ、うん、そっか<ー>小刻みさんが MC をしてケンさんや裕次郎さん森神さんなど当時オリジンに在籍したメンバーなどとネタを披露していましたね交渉人カかカル交渉や怒り人のネタまた見たいな<お>その後キャンさんと知り合いまた何年か後に当時高校生だったサーキーさんが日曜日に2台で放送していた,<あ>た番組を聞きに行ったり<あ> <laughs> そんなこんなで今に至りますこれからもよろしくお願いしますそれで放送頑張ってくださいなんと僕今,度今月のライブ怒り人やる <で><ー>ぜひよかったら気象点決遊びに来てくださいいいタイミングでええー、そしてこちらあラジオネームシエスタさんごめんなさいギリギリになりましたはい。ええー、私も胃カメラ四回飲んだことありますよ私はいつも喉だけスプレーの麻酔を受けていますカメラが喉を通るのは何 えとかなんとか大丈夫なんですが、うん、先生が「十二師匠の方までいきますよ」と言いながらグリグリされているのが分かるので涙がボロボロ出てきます、えー、すごいそれと目の前にモニターがあって自分の中身カメラの画像が見られるようにしてくださっているのですが、うん、私は一回も目を開けたことがありません次チャレンジしていますではなるほど見られるんだ、えー、あ次、えー、次どこどこ参りますってんだ次は十二師匠十二師匠だ十二師匠まで行くんだね すごい、あ、じゃ、いいだけじゃないから、こうやっぱ細いってことって言っちゃってすんだ。まあ、いつかはやるかな、ね、鼻からやろ怖い。ね<ー>。怖い怖い。まあ、でも、健康第一ですから。そうですね,ね。これで病気早期発見できれば、もう儲けもんですよ。はい。さあ、ということで、今日もたくさんのメッセージ、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、来週キャンさーどうしたっけ。あら。あ リクワイエット、quiet. Quiet. 来週から一ヶ月ぐらいちょっと出れないかもしれない。ああ、ジャッパー,ー。出た出た往年の <laughs> <laughs> ジャッパー。なんか考えた、あ、来週水曜日ですよ。あー、ごめんなさい。 何のお手伝いをしましょうか <laughs> じゃないよ。なんでここでお前のアイフォンが何を手伝って来るのマ <laughs>、まあ、キャンさんがいなからって。代わりにお前は代わりに。<laughs> 俺のお腹でシリ出してた。<laughs> あシリ出すのもいいんじゃない。シリ<ー>にいろいろ皆さんからの質問受け付けてもいいしね。<laughs> あまあまあキャンさんお休みということでございますので、うん、ゲスト誰か来ると思います。うん、これでお別れ。おいては便ンと。さっきもいたよ。また来週。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。